皆さんこんにちは。私はメメット黒板です。今はね、トロントすごく暑くて、もう私はね、家の周りの公園ですね、日本語でですね、初めて外でやってるんですけども、ちょっと緊張してるんですけども、周りにね、人々が歩くしたりとか走ったりとかしてるんですけども、でこのチャイナウイルスはですね、ちょっと影響も今はねあるんですけれども、多分ね今月末でほとんどのところはオープンするようです。はっきりわからないですね。で今日はですね、2020年6月16日ですけれども、ごめんなさい、今日はすごく眩しいなので、メガネをかけます、ごめんなさい。で前回はですね、扁桃腺と食道上ですね、ちょっとぐらい説明したんですけれども、今回はですね、その食道の下の部分 E ですね、前回も言った通りですね、その食道の3つの狭窄部説明したんですけれども、3つの狭窄部のですね、一番下のその E とつながるところですね。で、すごくその症状というか、皆さんもですね、そういう経験がある人もたくさんいると思いますけれども胸焼けとかですね、あとはですね、あと逆流性胃炎ということも聞いたことあると思いますけれども、その P 波ですね、胃酸ですね、胃の中のですね、胃液の中にですね、塩酸ですね、塩酸は多く含まれてるんですけれども、胃酸はすごくんですよ。胃酸 の、 P 波ですね、 pH 血はですね、1.5 から2と言われてます。これは平均的ですけれども、でその胃酸はですね、もしですね、何が胃酸がですね、たくさん分泌したらですね、その胃酸が逆流してその食道に入って、その食道に炎症を受けて、そういうふうに胸焼きとかですね、胸が痛いとかですね、そういう人もいるんです。で、その胸焼きとか、その胸部分はですね、痛くなったらですね、多分ですね、心臓とかですね、肺とか何か問題があるという考える人もいるんですけれども、私の考えはですね、その胃酸の問題が多いかなと思います。あとはですね、その心筋梗塞とかですね、そういう部分はですね、私のもちろん私の専門じゃなくて、その胸のところですね、左のところとか痛いという人もいるんですけれども、それもですね、大体的に肺の問題かなと私は思います。なぜかといったらですね、その酸素ですね、酸素が足りない場合はですね、もちろん酸素とかはですね、肺から出てるので、その酸素が足りない場合はですね、一時的にですね、そういうふうに胸がですね、左側の胸が痛いとかですね、そういうふうになります。で、この胃の手術とかもですね、私もたくさん昔ですね、私のふるさとでも参加したことがあるんですけれども、すごく丈夫ですよ、胃って。だから胃の周りにですね、包合している筋肉がですね、いろいろあるんですけれども、私に言いたいのはですね、胃はですね、神経的な胃炎とかがすごく多いんです。だから昔ですね、私は消化器外科で働いたんですけれども、その胆石ですね、胆石の手術はですね、たくさんやってきたんですけれども、人々はですね、誤解してその胃のところをですね、痛いって言ったらですね、自分でですね、これは私のふるさとのことですけれども、たくさんの人はですね、何年間もですね、その胃の薬とか飲んで検査しないでですね、そういう人がいてですね、あとはですね、検査したらですね、胆石とかで の、 その胆石胆炎 の、 影響で、そういうふうに神経的な反射で、その胃のところですね、痛いということがあって、あとはですね、その胆石手術して
切除してからですね、その症状がなくなるっていうことがたくさんあったんですね。であとはですね、実例としてはですね、私も日本でですね、そういうふうに胆石とか胆のうのですね、臨床で参加したことがあるんですけども、日本はですね、本当に患者さんが少なくて、年寄りの人がですね、たまにあるんですけども、私ね、もちろんふるさとと日本をコラボるんですけども、頭の中にで、私たちは毎日ですね、昔ですね、オペしてですね、メスで切るんですけども、今を発達してですね、その腹腔鏡でお腹の上に蜜とかの穴開けて、モニター見ながら手術するんですよ。で、私のふるさとは1日ですね、大体ですね、5、6人の患者さんをオペしたことが普通ですけれども、日本はですね、本当に少ないかなと私は思いました。で、私はですね、その日本に京林大学の病院でですね、参加したことがあるんですけれども、研究しながらですね、で、すごく何ていうか、研究しながら、ドクターたちがですね、あとは学生さんにですね、説明しながらオペしたことがですね、私見たんですけども、すごく神経というか、神経的にですね、見たんですね。だからその胆石はですね、これからもですね、その胆石の病気とか、これからもですね、ビデオで説明したいと思いますけれども、実例としてはですね、この胃のヘルニアっていう病気というか、聞いたことがあると思いますけれども、ヘルニアって言ったらですね、みんなですね、ヘルニアのことちょっとぐらい分かると思いますけれども、胃の、ですね、臓器の間にもですね、そのヘルニアが起こります。で、実例としてはですね、私は日本にいた時ですね、仰天ニュース、世界仰天ニュースとかたくさん見てきたんですけれども、それはですね、実例としてはですね、アメリカのある女性ですね、デートするんですよ。デートしたらですね、そのボーイフレンドがですね、デートした時はその女の子のお腹空いた時はですね、その肩の部分ですね、肩の部分が泣くんですよ。で、その時はですね、ボーイフレンドがですね、気づいて、あれって思って検査した方がいいよっていう言うんですけども、その女性がですね、子がですね、私はいつもこういうふうになりますよって言ったんですけども、あとはですね、何回も繰り返してから、その女の子がですね、検査にしたんですね。で、検査したらですね、ドクターたちもすごくびっくりしたんですけども、検査したらですね、胃がないんです。胃の場所でですね、だからその胃がですね、移っちゃってヘルニアになって、肩の方に移っちゃったんですよ。だからその手術して、元のところに戻したんですけれども、なぜかといったらですね、それはですね、その横隔膜のですね、そのところに、その食道と胃のつながりのところですね、そこから胃がですね、移っちゃったんですね。だからオペ後はですね、その女の子がですね、すごく太って、そういうふうに例がありますよということですね。で、あとはですね、さっきも言ったんですけれども、その逆流性ですね、その胃の逆流性、胃炎というかですね、世の中にたくさん あります、だからこれはですね、食事とかすごく関係があるので、もちろん薬飲んだ人にですね、副作用とかでも出るんですけれども、で、その食べ物のとしてはですね、私はその栄養士じゃなくても、その食べ物はそんなに何て言うか、きちんと勉強しないタイプですけれども、私はですね、ちょっと調べたんですけれども、その pH ですね、 pH はですね、その胃酸がですね、さっき言った 1.5 と2ぐらいですけれども、今はですね、すごく流行ってるレモンですね、レモンはですね大体 pH がですね、 pH が2から3ですね、酸性度がすごく高いんですよ。だからそのレモン大好きな人がたくさん世の中にたくさんいるんですけれども、
で、あのレモンはですね、他のあの蜂蜜とかとあの混ぜてちょっとぐらいね、あの食べたらいいですけども、あのね、あのさっき言った胃酸がすごく高いので、胃酸の上にですね、その胃酸の高いものとかですね、食べたらですね、もっともっとあその胸焼きとかですね、出るかもしれませんですね。だから私調べたところですね、そういうふうにあのレモンのですね、レモンジュースがすごくいいみたいですね。もちろんレモンジュースの中にもですね、そういうふうにあの糖分とかですね混ぜて、そのレモン の, あの量がですね少ないみたいですね。あとはですね、あの日本人がたくさん食べるあのお魚、魚の pHT もですね、 pH も6みたいですね。あとはですね、あとはリンゴ、リンゴも人々はたくさん、あの子供までですね大好きですけども、リンゴもすごくあの高いんですよ。pH が、 pH はですね3ですね。だからお酢も3みたいですね。だからリンゴを食べる人はですね、毎日リンゴを食べたら石いらずということもあるんですけども、あのウイグル語でももちろんあるんですけども、このカナダとか英語でもあるんですけども、私の考えはですね、これは昔からのことわざだから、この細い人にとってすごくいいなと思います。なぜかと言ったらですね、私も自分でも体験したことあるんですけども、そのリンゴを食べた人のですね、お腹がすごくすくんですよ、リンゴを食べた後は、だからお腹すいたらですね、どん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 食べちゃって、もう太るんですよね。だからその 太ってる人はですね、そのリンゴはですね、あの大好きですけども、あのそういうふうにですね、2日3日ぐらいで1個とか食べた方がいいかなと私は個人的に思います。あとはですね、コーヒーも、コーヒーの pH も5ですね。あとはお肉、お肉も5みたいですね。あと中性というのはですね、アルコール性とあと酸性、あとは中性ですね。中性はだいたい牛乳とかですね、あとは唾液、この前もですね、あの口の中の唾液とか説明したんですけども、これは中性的に、あのその pH が7ですね。あとはですね、今日はここまで喋って、あとはですね、ちょっと緊張してるんですけれども、これからもですね、リラックスしてですね、なるべくですね、実例とかですね、実の患者のこととかですね、たくさん喋りたいと思います。じゃあ今日はですね、あのここで終わりにしたいと思います。最後はですね、あのご登録とご視聴よろしくお願いいたします。あとはご意見もよろしくお願いします。たくさんコメントしたらですね、嬉しいです。ありがとうございます。